人間生きていくためには苦しみに出会わないで済まされない当たり前のことです。だから苦しみとどう取り組んだかによって人間はより大きな働きのできるものにもなるし、つまらん働きしかできないものにもなるんです。まして苦しみなどは超越してござるなどとこう悟り済ますことはもってのかで、苦しんで苦しんで苦しみ抜くことが人間らしい生き方なんだ。その昔千の利休という茶道の達人がおられた。このお方は茶の道と禅とは同じであるとこう思い詰めて、当時の大仙院の和尚のところに熱心に勉強しに来ておった。ある日ふと心に浮かぶ思いがあって一首の歌を作った。いわく寒熱の地獄をくぐる茶美釈も、心なければ苦しみもなし。つまり茶を立てるとき湯を沸かす釜は寒熱の地獄である、暑い寒いの地獄。その湯を汲む釈師は心がないゆえに苦痛を感じない。同じように人間無心になればいかなる苦痛も苦痛とは感じなくなる、こういう意味ですね。寒熱の地獄をくぐる茶美釈も、心なければ苦しみもなし。ところが大聖の和尚はこれは違うな、こう一決してしまってるわけ。心なければ苦しみもなしではいかんとおっしゃった。苦しまない人間とは何か、死んだ人間なんです。なるほど、死人は暑さ寒さを感じない。だがそんなのは無心でも何でもない。生きている以上嫌でも苦しむほかないのが人間なんです。それに苦痛を感じない人間などこの世で生きていけるわけがない。グラグラ煮えたってこう夜間に手を触れる、あちちっとこう言って手を引っ込める、だから手は無事でいられる。苦痛を感じなかったら腕一本どころか命を落とすとこまで熱湯に浸し続けるに違いないじゃないの。親しく付き合っていた友達に死ぬ、お悔やみに駆けつけるっていうと奥さんや子供が涙に暮れている、その姿を見ているっていうと胸がかきむしられるように苦しい。苦しいと感じる心があるからこそ、せめて俺だけは女房子供にこんな悲しみはさせまいと節制の心がけをするようになる。苦しみはまた苦しいがゆえに人間を奮い立たせる。苦しいから人間はそこから這い上がろうと努力する。工夫が生まれる。貧乏は苦しい。武士は食わねど高いおじなんていうのは痩せ我慢だ、強がりだ。だから武士階級は滅びたんだ。なんとか今日一日を生きようと精一杯努力する。食うための新しい技術を学ぼうとする。だから私は言いたいんだ、苦しめ、うんと苦しめ、精一杯苦しめ、偽の悟りで苦しみごまかしちゃいかん。心なければ苦しみもなしっていうなんか本当に遊び人よ。生き切っていない人の言葉なんだ。大聖院の和尚もそれを言ったんです。大事なのは何も感じることができない心じゃない。苦しみを苦しみと感じ取り、それを跳ね返していく心の弾力性なんです。そのためには苦に親しむこの心構えが大切なんです。その後利休さんもいろいろとこう修行を積み、とうとう今日の茶道を完成したわけですが、この歌について禅師は他の人たちに下の句をどうするがよいかと尋ねている中に、寒熱の地獄をくぐる旅釈も、心なければゴボ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 とした男がいた。茶釈には心なんかはない、ただゴボゴボと音を立てるだけだという心だろうけれども、あるべきものをそう言ってるって言ってるのは、うなずけるわけ。なかなかユーモアもある。しかしこれだけではまだ字面の上のだけのことであって、自分自身がチャビチャビになってゴボゴボっと音を立てる感じになりたいわけ。寒い時は本当に寒く、寒い寒い、こう袖を合わせて、で襟を合わせてる感じ。暑い時は暑いで、暑いやつ、体かなわわとこう襟を広げる、その愛のままの姿でありたい。これが一番強いんです。